週末もすっきりしない天気です。東日本や西日本を中心に蒸し暑く感じられそうです。それでは週末の天気見ていきましょう。はい、こちら週末の天気アイコン、ご覧いただいています。金曜日から日曜日にかけてとなっていますけれども、特に、注意していただきたいのはこの金曜日ですね。名古屋大きな雨アイコン、そして東京も大きな雨アイコンついていますけれども、明日木曜日から21日金曜日にかけては西日本から東日本にかけて大雨の恐れがありますので、まず注意をしてください。その後土曜日日曜日週末見ていきますと、こちら福岡は曇りに小さな晴れアイコンとなっている日ありますけれども、全般には曇りや雨のアイコンが並んでいます。すっきりしない天気のところが多くなりますね。これは上空に寒気を伴った低気圧が日本海に残りますので、この影響でやはりこう曇りや雨の天気のところが多くなってきそうです。はい、そして気温を注目していきますと、朝の気温は20度を下回りますし、日中は25度前後というところもありそうですね。そうですね、日中はやはり気温少し高めになりますね。東京は土曜日日曜日と23度の予想、そして西日本方面見ていきましても、名古屋土曜日の気温が25度、そして日曜日が26度ということで蒸し暑くなりそうですね。はい、それでは服装と気温の関係も見ていきたいと思います。お出かけの時間帯中はやはりカーディガンがあると安心となりそうですね。はい、そうですね、20度を超えてきますと、この後カーディガンからだんだんこう長袖のシャツということになりますけれども、こう1日の中でも寒暖差がありますので、こういったカーディガンですとか長袖シャツなどですね、こううまくこう脱ぎ着しやすい服装がいいかなと思います。はい、また湿気も多くなりますので、通気性の良い服装の方がいいかなというふうに思います。はい、油断はせずに熱中症対策も進めるようにしてください。